本日北海道ビリヤード協会による特設テーブルにて北海道在住の女子高校生プレイヤーで2013年に行われた世界ジュニアナインボール選手権で銀メダルを獲得し、先日某全国テレビ番組でも特集された平口祐希さんによるビリヤード体験コーナーを行っております。参加いただいた方全員にもれなく道内のビリヤード場でご利用できる割引券を配布しております。決勝トーナメントと合わせてこちらのコーナーをぜひお楽しみください。ビリヤードをやったことがない方や興味があるけどいまいちどうすればいいのかわからないという初心者の方もぜひご参加ください。また会場スタッフが通路確保のためお声をかける場合がございます。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ただいまご紹介しました平口祐希さんによるビリヤード体験コーナーはこの後午後1時より開催いたします。
対戦の呼び出しを行います。決勝トーナメント1回戦目、ローリーウェンプロ対内垣健一プロ、2番テーブル杉原忠司プロ対照屋勝二プロ、4番テーブルで試合となります。それぞれ10ショット練習を行ったうち試合を始めてください。
9対6でラミール・マルモプロが立ち上がりました。対戦の呼び出しを行います。決勝トーナメント1回戦目、田中正明プロ対佐藤正幸プロ、1番テーブルで試合となります。それぞれ10ショット練習を行ったうち試合を始めてください。
北海道ビリヤード協会による特設テーブルにて、北海道の在住の女子高校生プレイヤーで2013年に行われた世界ジュニアナインボール選手権で銀メダルを獲得し、先日某全国テレビ番組でも特集された平口祐希さんによるビリヤード体験コーナーを行っております。参加いただいた方全員にもれなく道内のビリヤード場でご利用できる割引券を配布しております。決勝トーナメントと合わせてこちらのコーナーもぜひお楽しみください。ビリヤードをやったことがない方や興味があるけどいまいちどうすればいいのかわからないという初心者の方もぜひご参加ください。それではただいまから始めさせていただきます。
ただいま会場内の特設テーブルにて北海道ビリヤード協会による北海道在住の女子高校生プレイヤーで2013年に行われた世界ジュニアナインボール選手権で銀メダルを獲得した平口優希さんによるビリヤード体験コーナーを行っております。参加いただいた方全員にもれなく道内のビリヤード場でご利用できる割引券を配布しております。決勝トーナメントと合わせてこちらのコーナーもぜひお楽しみください。ビリヤードをやったことがない方や興味があるけどいまいちどうすればいいのかわからないという初心者の方もぜひご参加ください。
Thank you.
接テーブルにて、北海道在住の女子高校生プレイヤーで、先日某全国テレビ番組でも特集された平口祐希さんによるビリヤード体験コーナーを行っております。参加いただいた方全員にもれなく道内のビリヤード場でご利用できる割引券を配布しております。決勝トーナメントと合わせてこちらのコーナーもぜひお楽しみください。ビリヤードをやったことがない方や興味があるけどいまいちどうすればいいのかわからないという初心者の方もぜひご参加ください。また会場スタッフが通路確保のためお声をかける場合がございます。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。昨日キャノン会場で行われた予選で忘れ物がありました。カバン、フレームがグレーと黄色のメガネ、青いライオンの柄が入ったタップシェーバー、運営席でお預かりしておりますので心当たりの方は運営席までお越しください。
Thank you.
ただいまここパセオテルミヌス広場では、JPBA 日本プロポケットビリヤード連盟主催による第27回北海道オープンの決勝トーナメントを行っております。通常のビリヤードの大会では非常に静かな中で行われることが多いのですが、この北海道オープンではこのようなパブリックスペースで行われておりますので、観戦の際にはぜひ選手への声援や素晴らしいショットには拍手など、会場の皆さんと共に盛り上げてください。また会場内スタッフが今大会のパンフレットを配布しておりますので、そちらもぜひご覧ください。ただいま会場内の特設テーブルにて、北海道ビリヤード協会による北海道在住の女子高校生プレイヤーで2013年に行われた世界ジュニアナインボール選手権で銀メダルを獲得した平口祐希さんによるビリヤード体験コーナーを行っております。参加いただいた方全員にもれなく道内のビリヤード場でご利用できる割引券を配布しております。決勝トーナメントと合わせてこちらのコーナーもぜひお楽しみください。ビリヤードをやったことがない方や興味があるけどいまいちどうすればいいのかわからないという初心者の方もぜひご参加ください。
ただいま3番テーブルで行われた浦岡隆プロ対花輪圭介プロの対戦結果は5対9で花輪プロが勝ち上がりました。